2003年からの 3D 版モルキューモルキューとは、1991年に松平徹が考案した原子カードを組み合わせて分子を作るゲームである。トランプのようにカードを配り、手持ちの原子カードから分子を作ると、カードを捨てることができ、早くカードがなくなったものが勝ちとなる。分子や機体に関する仮説実験授業の授業後に、 子供たちがよく遊んでおり、子供が新たな遊び方を考え出したり、ゲームを通じて自分で分子を学ぶ効果も確認されている。また、科学講座では分子種という遊び方も開発されている。酸素、窒素、炭素などの原子カードを組み合わせて分子を作っていくカードゲーム。分子を作って手持ちのカードを早くなくした人が上がりとなる。負けた人は、 手持ちのカードの原子番号がマイナス点となるため、原子番号の大きい原子カードを最後まで持っていると、勝敗に影響する。他の原子とくっついて分子にならない18属原子のアルゴン、ヘリウムなどは役札としてゲームを盛り上げる。5回ゲームを行って最終順位が決定する。仮説実験授業の授業所、もしも原子が見えたならや、 いろいろな機体などの授業後に遊ぶと効果的に遊ぶことができる。分子を英語でマリキュールというのでモレキューとなり最終的にモルキューという名称に決まった。松平は作成したモルキューを1992年7月の仮設実験授業研究会の全国合宿研究会で発表し実際にゲームをやって参加者に好評を得た。最新版に 付属の 3D モル級解説書によれば、基本ルールは以下の通り、なおローカルルールも存在する。カードをシャッフルして5枚ずつ配り、残ったカードは山にして裏返して場に置く。縛りを決める。周り順は時計回りとする。主冊の中で分子ができるように組み合わせる。順に一組ずつ分子名を高らかに唱え出す。 出した分子はみんなに見えるように自分の前に広げておく。分子の名前やカードを間違えたことを他の人に指摘されたらペナルティとしてカードを引き取った上にさらに1枚引く。他の人が出した分子に手持ちのカードをくっつけて分子を作ることもできる。ただしこれは一組出したことになりさらに分子を出すことはできない。分子やくっつきができなければ山から1枚取る。 そして分子ができたら出せる。作戦によっては分子を出さずに1枚取ってもいいし、それで分子ができても出さなくてもよい。カードを引いて分子ができなければ、パス宣言する。作戦としてパスしてもよい。手持ちのカードがなくなると上がり、山がなくなるまで続ける。山がなくなったら手持ちのカードで分子ができなくなるまで出し合う。カードが出せなくなったら、 手持ちの原子番号の合計が少ない順に勝ちとする。以上を5回行い、原子番号の合計が少ない順に勝ちとなる。18属原子は1枚でも出せるが、役がある。アルゴンを出したら、逆回りになる。ネオンを出すと1人飛ばしで、次の人が順番を飛ばされる。ヘリウムは、出された次の人が、山から2枚取る。ただし、次の人がヘリウムを持っていたら、 ヘリウム返しで最初に出した人が4枚取らなくてはならない。安倍とクはモルキューを松平から入手するとすぐに自身の小学校4年生のクラスでモルキューを子供たちに試した。モルキューは子供たちの間で流行りもしも原子が見えたならの授業でやった分子を思い出したという子供が出た。安倍は休み時間に自由にモルキューをやらせていたが1ヶ月経っても人気は衰えず。 原子の組み合わせと分子の名前を自然に覚える子供が多数出た。また、モルキューでは場に酸素分子があるときに水素カードを4枚出すと爆発と宣言して一気に上がることができる逆転ルールがあるが、これを狙って水ができるときの反応を自然に覚える子供も出た。モルキューでは分子の種類を多く知っているほど勝てる可能性が高まるため、 自分で分子を調べる子供も現れた。例えば安倍のクラスでは教室に置いてあった分子と人間を勝手に調べてもしも原子が見えたならの授業に出てこない分子を覚えてモルキューで使うことが流行った。このようにモルキューに夢中になった子供はゲームで使う原子カードで比較的少ない枚数で作れる分子を研究するようになった。安倍はこの現象を見て 僕さえ知らないような分子を勝手に調べて見つけ、それをゲームの中で作って覚えてしまう。しかも、それが本当にお気軽にやれてしまっているのは驚異的と言ってもいいです、と述べている。NPO 法人楽チン研究所は、モルキューの解説書にある神経衰弱としての遊び方を分子詞として科学講座で行っている。分子詞では、もしも原子が見えたならに記載されている。 空気中の11種類の分子を作る。これらの分子の見本はもともとモルキューに付属している。分子子の遊び方は以下の手順となる。親を決めたらカードを裏返して机に並べる。親から時計回りでカードをめくり、分子ができる限り原子カードをめくり続けることができる。分子ができたカードはもらえる。分子ができないカードをめくったら元通りに裏返しておく。 次の人がカードをめくり同様に続ける。18族の原子カードの役カードは1枚でももらえる。役はモルキューと同じだがヘリウムは続けて2枚めくることができる。誰も分子を作れずに一周したらゲーム終了。手持ちのカードの原子番号の合計が少ない人が勝ち。この方法のメリットとしてもしも原子が見えたなら等の仮説実験授業の 原子論関係の授業を全く受けたことのないものでも、すぐにゲームに参加できる点にある。学賃研究所では、分子詞を楽しむ中で、モルキューカードの原子の組み合わせを考え、原子論に入門し、原子分子に興味を持った人たちの中から、さらに分子模型へと関心を深め、原子論で物を考えていくようになった人たちが、現実に生まれているとしている。ありがとうございます。